いや、石川のジャズシーンを盛り上げる石川ジャズオーケストラピラミッド&篠崎綾。本日最後のステージ、石川ジャズオーケストラピラミッドです。最後までよろしくお願いいたします。はい、なんとかお天気が最後まで持ってくれるといいなって感じですけれども、ちょっとだんだん肌寒くなってまいりましたので、皆さん防寒バッチリしていただいて聴いていただければと思います。1曲目にお届けいたしましたのは Give me the simple life、 素朴が一番というような曲でした。はい、素朴なソリスト紹介いたします。フルート市村由紀乃。今日はですね、石川ジャズオーケストラ安藤篠崎綾ということで、もちろんね、文ちゃんのファンの方も お越しいただいているかと思いますが、私たち最初のステージですね、お届けしたいと思いますので、何曲か聴いてください。次にお届けいたします曲はアミゴスという曲ですが、ちょっとなかなかかっこいいような壮大なアレンジになっておりますので、楽しんでいただいて、ちょっとぜひ熱くなっていただければと思います。ではお送りいたします、アミーゴス。
をお届けいたしました、3拍子と4拍子と混ざっているような曲だったんですけれども、どうでしたでしょうか、ソリストを紹介させていただきたいと思います。テナーサックスは友吉敏郎そして、トランペットマイクドアそして素晴らしいサックスセクションの、ソリもどうでしたでしょうか。かっこよくなかったですか。拍手がもらえました。で、あのサックス、あの一人一人が違う動きをしててすごいかっこいいなっていう場面があったと思うんですけれど、皆さんもサックス始めたくなりましたら、今日その辺でサックスもあの展示しておりましたので買えるかもしれません。さあと言っている間に、次は、一番大きなバリトンサックスが前に出てきました。次の曲はバリトンサックスをフィーチャーしてお届けしたいと思います。このなかなか低音楽器のメロディーを聴くことっていうのも少ないかと思うんですけれども、とても味わい深い音色ですので注目して、聴いてみてください、バリトンサックスのセッティングをしております。はいはい、内藤玲子をフィーチャーいたしまして、ガイディングスターという曲をお聴きください。Thank you.
バリトンサックス内藤玲子大臣さんお届けしました。そしてトロンボーンは山本博明はい、今日はですねインターナショナルジャズデーというイベントなんですけれども、もう皆さんもいろんなところでこう説明があったりとは思うんですが、国際的にいろんな場所ですね4月30日を起点にして世界各国いろんなところでジャズと平和を祈って演奏をするというようなイベントでございます。なんと今年はですね、コロナの影響もありまして YouTube 配信というものも始まっておりますので、もしかするとですね何年後かは世界とつながって同じ日にですね演奏があちこちでやっているのを本当に共有できる日が来るんじゃないかなと。金沢もその一環になり得るんじゃないかなというふうな気がしております。今日の配信ももちろんそうですけれどもここからどんどん、なんていうんですかね世界につながっていける金沢にこれからなっていくんじゃなかろうかとちょっと音楽の、これからねなんていうのかな夢をちょっと期待するような感じもしますけれどもそんな中で、ということで配信でお楽しみいただいている皆さんにも楽しんでいただけますよう、私たちも楽しく演奏しております。続いての曲はですね、今度はピアノがフィーチャーされます。ノーバウンズという曲ですけれども、ピアノ前田由加子をフィーチャーしてお届けしたいと思います。Thank you.
ピアノは前田由加子。由加子。はい、素晴らしいピアノを聴いていただきました。お、なんかちょっと曇っているけど、ずっと天気は持っている。が、ちょっとセッティングに時間がかかっております。すいません。続いてお送りします曲はですね、私たちピラミッドも大好きな、大好きな。ジョン・クレイトン大先生、あ、ジョン・クレイトン先生の説明をしますと、アメリカで、とっても有名な人気のビッグバンド、ジョン、違う、クレイトン・ハミルトン・オーケストラというバンドもやっております。偉大なるベーシストで作曲家、コンポーザーのジョン・クレイトンという人がいるんですけれども、まあ、でっかい人ですね。ベーシストっぽい感じの人なんですけれども、その人のバンドの曲ピラミッドも大好きでよく演奏しておりますが、今日も一曲お届けしたいと思います。 I want dance という曲を聴いていただきます。 want だからこれダンスしませんってことですか、はい、あ、want、 ダンスしませんって言ってる、ノリノリの曲ですので楽しんで聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。 I want dance、コントロバスをフィーチャーでお届けしてみました。ありがとうございました、ではではどんどん寒いので次の曲に行きましょう。次にお送りします曲はまたまたちょっと打って変わってリズムを変えましてですね、サンバのナンバーをお届けしたいと思います。はい、ここで。あ、そうなんですか。すいません、今入った情報がございまして、次の曲、ソリストとして先ほども前に出ましたフルートを吹いておりました市村由紀のまたまたフィーチャーしてお届けいたしたいと思いますが、本日今ほど私も知りました今日が金沢で最後の映像だということになりまして、遠く遠くフィンランドの方に旅立つそうでして、あ、なんとフィンランドに嫁ぐそうです。おめでとうございます。なんとなんと、めでたやめでたや。なんかちょくちょくフィンランド行ってるなと思ったら、あの結納とかに行ってたんですね、きっとね。向こうにあるのか知らないけれど。というわけで、そうですね、じゃ あの金沢とフィンランドの架け橋になっていただきとうございますので、ちゃんとあのサックスとフルートも担いでいくようによろしくお願いします。そんな、市村由紀乃ちゃんをフィーチャーしまして、サンバの曲でボサノーマスという曲をお届けします。
とうございました。たまに曲をお届けいたしました。フルートは市村ゆきの。ピアノは前田由加子。あなたもどこかにお嫁に行くとか言う？あ、しばらく、はい、大丈夫のようですので、しばらく弾いていていただきましょう。さて、私たち文ちゃんを迎えする前に最後の曲になりますが、最後には元気よく行ってみたいと思います。次の曲はですね、モチーフとしましてはジャズでよく演奏される、ジャズ演奏する人ならちょっとよくジャムセッションとかで聴くような曲がモチーフになっているんですけれども、それをまたまた豪快なアレンジのナンバーをお届けしたいと思います。I've Got What という曲をお送りいたします。
がとうございました。I've got what お届けいたしました、トロンボーンは 西村じゃなかった、あ、西村で合ってますか、よりこはい、そしてトランペットマイクお兄ちゃんはい、ということでですね、大変出づらかろうと思いますけれども、篠崎彩さんをですねお呼びしたいと思います。やっぱり、こういうイベントですね、文ちゃんの声聞かずには終われないなと私たちは思っています。お集まりの皆さんも、盛大な拍手でお迎えください。篠崎彩さん、like on Jupiter and Mars, and then the world holds my hand, and then the world and darling kiss me, feel my heart song and let me sing forevermore. You are all in other words, please be true. And while the world, I love you. ピラミッドの最後の演奏をお届けしております。篠崎彩です、どうぞよろしくお願いいたします。ね、なんかお天気も本当に保っているけど、風が出てちょっと肌寒くなってきましたね。私も寒いですけども、ね、温まるような演奏をして頑張っていただきたいと思います。最初はフライミートザムからお届けいたしました。ね、この今日はインターナショナルジャズデーということで、せっかくのドファラも、ジョニーちゃんがね、川東さんがいろいろと説明をしてくださいましたけれども、世界でいろんなこうやったジャズの、ね、普及をしようという日になっておりまして、長いことこうもう何年も続いておりますけれども、こうやって音楽の日を今のこのような状況下の中でも音楽の日を世界中で絶やさないように私たちも、このステージをいただいたことを感謝して最後まで演奏させていただきたいと思います。寒い中ですけどどうぞ最後までお付き合いください。それでは、次の曲はちょっと、怪しげな曲で、これペギーリーが歌って一番有名かもしれませんが、フィーバーという曲をお届けしてみたいと思います。No.
never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, and the moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. The morning, fever all through the night. Captain Smith and the Pocahontas had a very bad way. But when her daddy tried to kill him, she said, "Oh, daddy, what will do today? You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever said the Lord, hey, got a fever. Everybody's got the fever. Now that's something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. You give me fever. When they kiss me, I'm fever. When they hold me tight, fever. In the morning, fever of a hood. Lord, fever over through the night, フィーバーからちょっと意外な展開にね、アジロアレンジでお届けしてました。それでは次はバラードを1曲お届けしたいと思います。 For All We Know という、ダニー・ハザウェイが歌ったり、いろんな方が歌ってますけど、ダニー・ハザウェイのバージョンが一番有名かもしれません。これは本当にコロナ禍において私も初めてチャレンジしてみたんですけれども、今の時代にぴったりというか、多分これは恋人とか、ね、好きな人とか、そういった恋愛のことをテーマになっているのかもしれませんけれども、ただ明日が同じ日が来るとは限らないよという、ね、歌詞で、もしも大事な人がいるんだったら、今大事だよとかね、伝えた方が
いいのではないかという、なぜなら明日同じ日が来るとは限らない、本当に去年ね、まさか2度目のゴールデンウィークを迎えるとは思いませんでしたけれども、皆さんがそう思われていると思います。同じ明日はないのかもしれない、だからこそ今の時間を大切にしなければいけないという気持ちを込めて、For All of You の歌わせていただきます。Was coming my grave, who once said, this song has been sung for many years, but sometimes we don't really understand the words until we lose someone. They can leave us without warning and forever. So if there are words you have to say to someone, someone dear, say them now, for the song says,Tomorrow may never, never come. For all we know, we may never be again.Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodbye until the last minute.My heart, it will be beating for me. This may only be.Come and go, like a river on the sea, so lovely, why of me tonight, tomorrow was made for some.ございます。フォーオールビーのお届けしました。それでは、次はですね、ダフードという、とてもかっこよくて難しい曲にみんなでトライしてみました。何年か前にやった時にね、ジャズストリートでやったんですけど、ちょっと玉砕気味な記憶があるんですけど、こう何年か経ってみんなもね、やっぱりなんかすごくスキルアップ、それぞれが皆さんスキルアップされてて、すごくね、楽しい、なんか今回は楽しく演奏できるなという感じで、ただちょっと緊張感を持ちながらですね、お届けしてみたいと思います。それではお聴きください。
when you appear to the scene. Suddenly I didn't know what to say, for the way that you smiled at me really blew me away. Oh baby, where have you been? I don't wanna love you just for a day. I will even know why the new secrets are planning to stay. In one night, just show me your mind, oh mind. I'll be waiting for this thundering sun, it'll be fine. So tell me what will it be? Can't you see that we will never be blue? I'll always be loving you, but love is true. Suddenly I didn't know what to say, for the way that you smiled at me nearly blew me away. Oh baby, where have you been? I don't wanna love you just for one day, or whatever the ground you see, cause I'm planning to stay. Now yeah, my one night kiss, don't you know that a kiss makes a man of mine. I've been waiting for this opportunity, I want to set it aside. And if you want something to me, can't you see what you never be blue? I will probably belong to you. What will it be? Can't you see that we'll never be blue? I'll always love you, you never love me too. I spend my blood on this cold, on the back of your love, you know. Tell me, tell me, tell me, tell me.長いピラミッドのステージとなってしまいましたけどもね、次の曲が最後になります。最後はジャズの大変有名なナンバーで、ボーカリストが多分一度は必ず歌う曲でございます。ナイト&デイ、コールポーターの名曲でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。Sun. Well, that is your mirror, that's the matter, darling. And when you woke, I think of you night and day, day and night. Why is it so? That is longing for you, for lots of wherever I go. And that rolling traffic boom, and the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day, under the height of me. And there's no such a hungry anybody inside of me. And that moment will be true. If me let me spend my life making love to you day and night, night and day. Thank you.
静かに聞くものとかではなくて、皆さん好きなように体で声で表現してほしい、演奏中もね、そうすると演者もすごく盛り上がるんですけどね、早くそうやって声を出して声援できてね、本当に何も気にせずに音楽を楽しんでいただけるようなね時に、みんなで、ね、頑張ってまたなりたいなと必ず来ると思うので、信じてね、私たちも音楽を続けたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございます。それではアンコール頂戴しましたのでね、本当に長いステージお付き合いくださって本当にどうもありがとうございます。それでは、かっこいいナンバーのディズニーが S3 のナンバーから、Night in Tunisia をお届けしたいと思います。The moon held the same moon above youA glow with its cool evening light, but you're shining a night in Tunisia. Never that it shines so
the summer above you. Nobody's just cool you in your life. It's shining a night into nature. Never had a chance to run. So we'll blow in the heavens. Need to watch on their stand. It's shining the night into nature. They got you to the dead of them.石川ジャズオーケストラピラミッドの皆さん、そして篠崎彩さんでした。